皆さんこんにちは。今日は親子でひな祭りお菓子作りをしたいと思います。講師の北川悦子です。よろしくお願いします。ひな祭りといえば桜餅ですね。桜餅の材料から説明したいと思います。まず白玉粉が必要ですね。それと砂糖、水、さらに小麦粉です。それとあらかじめ準備しておきたいのは桜の葉の塩漬けを、塩を抜きたいので水につけてあります。それからちょっとピンク色にしたいので食紅ですね。そしてあんこです。それでは、生地作りを始めたいと思います。まず白玉粉から入れたいと思います。白玉粉、砂糖ですね。そして、少しかき混ぜておいて、そこに水を加えていきます。泡を立てすぎないようにしてください。あまり泡を立てすぎますと空気が入りすぎますので、どうしても生地にムラができます。はい、このぐらいにおよそ溶けましたら小麦粉の方を加えていきたいと思います。小麦粉は一度ふるっておいた方がいいですね。はい、ふるって、もう一つのボウルの方にふるった小麦粉を入れてください。この白玉粉の方の溶いた水分をこちらの小麦粉の方に加えていきます。はい、少しずつ加えてください。はい、ここら辺までで泡立て器はやめてもらって、ゴムベラの方に持ち替えてこのつぶつぶ感を潰すようにしてください。生地はですね、ちょっと休ませた方が馴染みますので少し寝かせておきたいと思います。はい、それでは生地を休ませている時間ですね。あんこを丸めておいてください。今日は6個作りますので1個だいたい 40g にしてあります。生地が休みました。ちょっと色をつけます。食紅ですね。最初はちょっと加減をして少しの量を混ぜてください。はい、どうでしょう、いい色になりましたね。この生地を焼いていきたいと思います。まあ、葉っぱの形に合わせて大きさを頭の中でイメージしてください。この幅ですね、横と縦の幅、こんな感じで、大きさを決めておけばいいかなと思います。フライパンですが少し温めてから油を引いてください。はい、あまり油は多くない方がいいと思いますね。一旦火を止めておきたいと思います。お玉ですね、これはレードルですが、この形を頭にイメージしながら、ここに流します。背の方でこう少しこう撫でるような感じで、はい、どうでしょう。さあ、そこで火をつけます。火加減は弱火がいいと思います。周りから固まってきます。で、泡がプクプクとこう浮いてきます。で、透明感が出てますね。で、それが中心に寄ってきます。フライ返しで、はい、どうでしょう、大丈夫ですね。反対側にひっくり返したら10秒ぐらいで大丈夫だと思います。くっつかないようにペーパーなどを敷いて、その上に取っていただければと思います。もう10秒ぐらい経ちましたので、どうでしょう、大丈夫ですね。はい、大丈夫です。いよいよ最後の巻くところに行きたいと思います。桜の葉の塩漬けは先ほども説明しましたように水につけて塩を抜いておいてください。塩を抜いたらよくペーパーで拭いて水気を取っておいてください。水気が多いとこの皮とくっついてしまいます。皮はきれいな面を表になるようにしてみたいと思います。
あんこを中心に置いて、両方から重ね合わせます、桜の葉ですね、葉脈が外側になるようにしてみてください。こんな感じでどうぞということですが、ちょっとねお持たせでどなたかに持って行ってもらったりするときは、こんなパックを用意していただいて、ここにどうでしょうね、はい、でこんな感じで桜餅が出来上がりました。